縄文時代、北海道の歴史は遥かな昔、縄文時代に遡ります。この時代の北海道は縄文人たちによって繁栄を迎えました。彼らは狩猟、採集、漁労という生活スタイルを取り、各地に集落を築いていました。彼らの文化は独特の土器や土偶をはじめとする数多くの工芸品や道具によって現代まで伝えられています。これらの遺物からは、彼らが豊かな自然環境の中でどのような生活をしていたのか、またどのような信仰や価値観を持っていたのかが垣間見えます。アイヌ文化の発展。アイヌは北海道を中心とした地域の先住民族として知られています。縄文時代からの長い歴史を経て、アイヌ独自の文化や言語、信仰を形成してきました。彼らの社会は独特の儀式や祭り、伝説や神話にあふれており、それぞれの物語や信仰は彼らの日常生活や自然との関わり方に密接に関連しています。特に熊を神として崇拝するイオマンテという儀式はアイヌ文化の象徴として知られています。江戸時代の蝦夷地。江戸時代に入ると日本の本州からの和人の進出が本格化し、北海道は蝦夷地と呼ばれるようになりました。この時期、アイヌと和人との間で交易が活発になりましたが、同時に資源をめぐる摩擦や争いも増えていきました。特に和人側の強引な領土拡大や資源の乱獲はアイヌとの関係を次第に悪化させました。明治時代と函館戦争。明治時代の初め、新政府は北海道の開発を国策として積極的に進めました。この背景の中で多くの移民が北海道へと送り込まれ、新たな町や農地が開発されていきました。しかしこの開発の過程は平和的なものだけではありませんでした。函館では新政府軍と旧幕府軍が激しい戦闘を繰り広げ、これは函館戦争として歴史に名を刻んでいます。戦後の北海道の発展と札幌オリンピック。第二次世界大戦後の北海道は経済の復興とともに新たな時代を迎えました。酪農や漁業はもちろん、炭鉱や工業も発展し、多様な産業が地域を支えるようになりました。1972年には札幌で冬のオリンピックが開催されることとなり、北海道は世界の注目を集めました。このオリンピックはスポーツの祭典としてだけでなく、北海道の国際的な地位向上や観光振興に大きく寄与しました。現在の北海道。札幌オリンピック以降、北海道は都市の発展とともに観光や食文化など多岐にわたる分野で著しい進歩を遂げてきました。四季折々の美しい風景や新鮮な海の幸、農産物は国内外からの観光客を引き寄せています。またアイヌ文化の保存や復興活動が盛んに行われ、新しい観光資源や教育の一環としても高く評価されています。